最近全不調の何々フロックです。いつもありがとうございます。さて今日も今日とていつものお店に来ておりまして、まあここ2週間でマイナス約7000枚とちょっともう鬼のような下振れに突入しておりますけれども、一瞬ビビってゴスロに逃げようかななんて、そんな時期の自分も垣間見えましたけども、やっぱり男は20スローだなということで、まあまあ今日も今日とてディスクアップ実践というわけで、頑張っていきたいと思います。今日こそはね必ずまあプラス2000枚を目指してやっていきたいなと思います。ツイッターで告知させていただいたんですけれども、乗り打ち企画の件ですが、もう一度スケジュールを皆さんご確認ください。日曜日にやらないのっていう問い合わせが、まあ、ちょっと多かったもんで、やっぱ土曜日より日曜日の方がいいんかなっていうふうに思いましたんで、日付の変更っていうのをやっております。コメント欄もしくは動画説明欄をご覧になって、スケジュールの再確認というのをぜひお願いいたします。それでは今日はですね、久しぶりに覚醒タイム入りたいと思います。ちょっともう6000枚ぐらい吸い込んでますね、まあ、この状況ですけども、今日はブッダとこれで完全装備で挑みたいと思います。What?
パークスターを行きます。
ソ見してたんですけど、前のゲームで入ってたとかちゃいますよね。右から落ちてしまったんですけど、そんなことあんねや。
パンツが欲しいだと？まあそういう時もあるわな、男だから。だがな、死刑だ。ビッグレギュラーとバランスよく弾けてるんで、まあ、このまま続行、まあ、やめや。はい、実践終了です。お疲れ様でした。まあ、なんとか2月月初第1回目の戦いですが、勝つことができました。今日はね、同色ビッグとレギュラーが、まあ、タイミングよく弾けたので、それが良かった点かなと思います。本当はね、回したいんですよ自分もね。5000、6000、まあ、撮影してるから6000ぐらいまでかな。やっぱり高設定じゃないと回しにくいですよね。気持ち的にね、せっかくここがやめ時や買ってるって思ってるのにね、それが全部なくなっちゃうと、やっぱり設定のせいにしてしまったりしちゃうんだね。まあ、本来はもうマックス1200枚ぐらいですかね、出た時にもうピタッとやめたらいいんですけど、まあ、何せ今日は調子よくボーナス引けてたんで、もうちょっと打ってみようっていうので、まあ、300ゲームぐらい回してしまって、まあ、500、400枚ぐらい減らしちゃったかな。しゃあないっすわ。まあ、とにかく、2月第1発目勝ててよかったです。まあそれもこれもね、おそらくはご本尊様のおかげだと思いますんで、しばらくちょっとこの条例をしながらやっていきたいと思います。まあレバーにね、数珠かけてやったのが、まあ、邪気を払って結果が出せたんかなとも思いますしまあそんなわけで今日は勝ててよかったです。今から自転車で帰ります。皆さんも寒暖差が厳しいので、風邪などひかないようにお仕事頑張ってください。それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。グイさん、おはよう。いてくるよ、グイちゃん。いてくんな。バイバイ。まあ、じゃあね、バイバイ。まあ、ありがとうございました。